こんにちは、ジェラエルウィッチです。デッキを見る場合は一時停止でお願いします。それでは対戦をどうぞ。ということでジェラエルもそろそろローテ落ちなので、せっかくなので最後に使ってきました。そしてデッキの基礎にしたのがマナリアウィッチ。大きな魅力は0コストでの大量展開で、オーディンのコストを極限までに低くすることが可能になっています。オーディンは4コストと7コストを司る神カードなので、そこさえクリアすればマナリアウィッチはもう最強なんですよね。とりあえず1から3コストは普通に消化できるものとして、4コストをオーディンでしょうか、5コストをマナリアウィズダムでしょうか、6コストはミラ、白、黒の3枚が対応しています。そうなってくると適当にスペルを消費しているだけで監視のコストが下がり、あっという間にゼラエルが出てくるという算段です。なので通常のマナリアウィッチとは違い、ジンジャーですら0コストでオーディンの消化カードとなります。あんまりジンジャーが活躍するデッキでもないですしね。ただ実現はできなかったものの、ゼラエルや監視はタイプを持つカードになっているので、ゼラエルをコピーして監視でデッキに戻す。そういう無限ゼラエル編も可能になっているはずです。能力は受け付けないといえどコピーはできたはずなんですよね。ウルズとか確かそんな感じでコピーできたはずなので、多分できる気がしています。そんなことする前に勝てる火力をゼラエルは持っているので、悲しいことにやると無駄にプレイを重ねることになります。もどかしいね。なのでできるかどうかは知りません。なのでジンジャーを消滅素材にすると入ったものの、一応言霊も強いカードとして運用するかもしれません。あとはもう普通に回復と AOE が偉いんですよね。火力環境に対抗するには回復はある程度必要なので、ジンジャーの回復もありがたいんです。あとは白い方の竜もそうですね。火力はゼラエルでなんとかするデッキになっているので、ドローと回復をメインに使っていきます。ジンジャーで複製するカードとしてもいいカードです。黒い方もゼラエルの2点を補うカードとして運用できますし、結局どっちも欲しいなって感じですね。手元にもかくにもオーディンによるコスト消化。これが一番大事になってきます。そしていい感じに監視も引いてくる。これもそこそこ大事です。そしてそれらを達成しつつコスト例をいっぱい作る。それも大事になってきます。そしてジンジャーもある程度早めに0コストにしておきたいので、それも大事になってきます。じゃあマリガンはどうすればいいんだっけ？私にはわかりません。とりあえず引きにくいカードがオーディンと監視なので、負け前提でキープがベストかなって思いましたね。そしてそれよりも大事なのがマッチング運。それが本当に大事になってきます。今の環境って大体がドラゴンネクロ、その2クラスが多くなっているので、とにかく厳しいんですよね。天空の精霊でデバフ、ドラズエルでデバフ、キガユーでデバフ、ドミニオンでデバフ、とにかくデバフです。ラスワは噛み合わないと無理ゲーですし、対応するだけならできるんですけど、コストの消化が難しいんですよね。マナリアウィッチは比較的相性がいいデッキなので、多分ワンチャンあるかなとは思いますけど、いろいろと難しい点はあります。そんなこんなで対戦も終盤戦です。正直負けまくりでブチギレですけど、よくよく考えると負けまくったのはロイヤルでした。マナリアウィッチはあんまり苦労してません。ただドミニオンを3枚引かれていたのでちょっと危なかったですね。カードの切り方次第ではディスプレイが割れていたかもしれません。それくらい負けましたね。なのでウルトラファイナルラストゼラエルです。できそうなクラスとできないクラスってありますからね。ロイヤルは特にできないクラスでした。結構コストが美味しくないんですよね。出せはするんですけど出して終わり。そんなことが多かったんです。悲しいね。ただ悲しさの中に嬉しさも多少ありつつ、なぜかゼラエルを場に出して負けるとさっくり負けます。無駄とされないんですよね。たまたまいい人だった説が濃厚なんですけど、まだまだそういう人もいるんだなって思いました。嬉しいね。でもブチギレです。そんなこんなで対戦も終盤戦です。いろいろとありますけど手札にオーディンが来る悲しみ。来なければジンジャーで貯めてたんですけどね。いや、結局黒竜で勝てたのかな。じゃあ関係ありませんでした。ゼラエルが強すぎましたね。まだまだみたい。ぐるぐると回りましょうか。乾いてませんか？乾いてませんか？二の岳、追えよ。
黄昏をした。私の負けです。ゼバ、嫌い。ということでゼライルウィッチでした。魔術師なんは1コストでいいだろ。それしか感想がありません。ジンジャーは面白いからハンナをナーフしろ。そういう感想もなくにはないんですけど、マナリアは弱くしすぎないと壊れそうなのでわかりません。今がちょうどいい気がしています。レジェンドの案が追加されるの待ちです。今あるカードは知りません。そんな感じで動画は終わります。ご視聴ありがとうございました。